混沌としてるこの今の世の中っていうのを描くっていうことをしてるので、僕自身がそんなに若者を明るく捉えてないと思う。その不安感みたいなそっちの側面をこう見てしまうタイプではあるので、どっちかというとそっちを描いてる。繊細なタッチで描くのは若者の光ではなく影。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト斉藤亮介、芸術大学を卒業後グラフィックデザイナーを経てアーティストの道へ。印象的な青い背景の中に描かれているのはデジタル社会に生きる現代人。現実のリアルな自分がデジタルをこう塗り替えていくというか、 SNS をやってるこう現代の人、まあ、それっていうのは、まあ、どちらか片方ではこう完結しないというか、まあ、今結構混沌としてる状態だと思うんで、こう行き来してるようなところがあるっていうのを表現したいなっていうふうに思ってます。リアルとデジタルの狭間、曖昧な世界の中に描かれる女性の顔は少し不安げに見える。みんなどこかにこう不安みたいな感じて生きてるなというか、まあ、誰しもそういう弱い側面っていうのはあると思ってて、まあ、誰かとこう遊びに行ったりとか話してても、今生きてるからこそ抱えてるそういう不安な部分っていうのはどこかにはにじみ出てきてるんじゃないかなっていう気がしてて、内容は結構そのネガティブな要素が強いと思いますね。不安を抱え生きる若者、しかし作品に込めるのは嘆きでも苦しみでもない、強く生きていく人間そのもの。この人物はこう生きてる想定で描いてるんで、苦しんでる姿っていうよりは、まあ、これでいいというか、ファッションだったりとかメイクだったりとか、まあ、その本人がこう選び取った選択みたいなものを見てる人が肯定的に見れるような作品にしたいなというふうに思ってます、ね、今を生きるということ、それが何より素晴らしい、そんな当たり前のメッセージをこれからも発信し続けるアーティスト斉藤亮介が目指すアート。すごく乱暴な言い方しちゃうと、まあ、どう見てもらってもいいというふうに思ってて、まあ、見てる人は見てる人なりのその想像をしてもらえる、そういう余地を残すっていうことは大切に制作しているので、まあ、見え方が違ってきてそこはいいのかなっていうふうに思ってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代陶芸家毛塚百合のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。